はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日の動画はですね、ストレーナーが詰まると、なぜ冷却水が冷えなくなるのか、温度がですね、なんで上がるのかというお話をですね、したいと思います。ですね、これは、冷却塔のですね、断面図になります。で、冷却塔っていうのはですね、この中に、この充填剤と呼ばれる、プラスチックのですね、薄い板、大体0.5ミリとかですね、それぐらいの薄い板がですね、ずらーっと敷き詰められております。そしてですね、冷却塔の上には、大きなですね、冷却ファン、扇風機ですね、扇風機の羽がですね、ついています。そして、この冷却塔の下の方にですね、冷却水の水がですね、溜まっていると。で、この水がですね、冷却塔の下から、こちら、ポンプの方にですね、吸い込まれ、そして、こちらの熱負荷、お客様で、言うと、熬処理の炉とかですね、あと、チラーとかのコンデンサーとかですね、あと、熱交換器。こういったところで、冷却水を送られ、熱をですね、奪って、冷却水は水温が上がった状態でですね、また冷却塔へと戻ってきます。で、冷却塔の戻ってきた水はですね、まずこの一番上の方にですね、溜められまして、ここにですね、小さな穴がいっぱい開いてるんですけど、ここからシャワー状にですね、水を降らせて、この充填剤にですね、充填剤のを伝いながら、水は下へと落ちていくと。で、その時にここでバーッとシャワー状に出てきまして、このファンによってですね、外気、空気をですね、どんどん取り込んで、この水にですね、風を当てて、冷やしているという状態になります。で、なので冷却塔の温まった水が戻ってきて、この水温が上がった状態から下に落ちる時にですね、大体5度ほどですね、水温が下がって、そしてまた冷えた状態で設備の方へ送られると。で、また熱をもらって帰ってきて、水温が上がった状態で戻ってきまして、そして充填剤を伝って、また冷えて戻ってくると。で、これをですね、常に繰り返していると。で、今回のですね、お題のですね、このストレーナーの金網、この中に金網が入っています。それとか冷却塔のですね、中、この一番下のところにですね、ストレーナー、金網がですね、ついてます。要はゴミをですね、そこで取ると。で、この冷却塔からですね、例えばいろんな、例えばものですね、繁殖したもの、もう昆布みたいな感じでですね、落ちてきたりとか、あと、この充填剤に付着している、スケールのクズ、カルシウムとかシリカとかですね、そういったもののクズがここに落ちてきまして、それをですね、こちらの設備の方に行かないようにするためにですね、このストレーナーはついてます。で、このストレーナーがですね、目詰まりを起こすとどうなるのかと。ここが詰まってしまうとですね、当然水の流れがですね、阻害されて、ポンプはですね、水が送れなくなると。で、水の量がですね、どんどん減ってくるとどうなるかと言いますと、本来だったらですね、ここをどんどん通過してですね、設備を冷やしてやる必要があるんですけど、この水の流れが遅くなると、ここをのろ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 とですね、設備のところを通っていくと、その間に水温がですね、どんどん上昇していくと。で、水温が送られてくる水が、すべてがですね、のろ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 と行くことで、水温がどんどん上昇してくると。で、本来だったらですね、ストレーナーがきれいな状態だと、もうどんどん水がか、あの、循環してですね、冷えるんですけど、それがですね、冷えなくなると。で、それと、この上からですね、シャワー状に、冷却塔の上からシャワー状に水を降らせて、この外気によってですね、どんどん風を当てて水を冷やしてるんですけど、その、散水される水の量が減るとですね、当然、この外気に当たる水の量が減りますんで、水温が下がらなくなると。
なので、どんどんここを通過させ、設備を通過させてやる。それと冷却塔からどんどん水をですね、シャワー状に落としてやる。これがですね、非常に重要だと。なので、ストレーナーが詰まると、そういった水温が上昇する原因になると。要は水の量が減るということですね。でその分、冷やせなくなると。でなのでストレーナーはですね、定期的に金網のですね、清掃をですね、行うということが非常にこう重要だということになります。ですね、よくあるのがですね、はい、こんな感じでですね、ストレーナー、これも金網がもうびっしりこう詰まってしまって、もう目がですね、見えなくなっている状態になります。でもうこうなるとですね、冷却水というのはもう送られなくなりますので、当然設備のトラブルがですね、発生するということです。やはり設備をですね、安定的にこう稼働させるためにはですね、このストレーナーの清掃というのはすごく重要になります。もしくはですね、この水質をいい状態に保っておいて、スケールとかですね、そういったものが発生しないような状態をですね、常日頃作っておくということもですね、設備の安定稼働には必要じゃないかなというふうに思います。はい、本日はですね、ストレーナーが詰まるとなぜ冷却水がこう冷えなくなるのかという問題についてですね、解説をさせていただきました。はい、当社ではですね、こういったことに陥らないために水の管理というのをですね、ご提案したりなんかしておりますので、ぜひ水の冷却水のですね、水温が高くて困っているというお客様いらっしゃったらですね、お問い合わせいただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。